木崎は口移しのチョコレート、渋谷は片思いの対角線、小谷は愛しきナターシャをそれぞれ歌い上げ、楽曲の新たな一面を見せファンを魅了した。また大島優子からヘビーローテーションのセンターに指名されたことで話題となった向井智美音は残念少な。 女に出演し伸びやかな歌声を披露した。そしてオタリと渋谷もそれぞれ新キャッチフレーズを披露して会場を盛り上げ、最先のいいスタートを切る。また遺跡兼任メンバーはユニット局のコーナーにも登場。新チーム4には SKE48 より遺跡してきた副キャプテンの木崎ゆりや。 NMB48 との兼任メンバーの小谷里穂、渋谷奈が所属、冒頭 MC 出来先はファンからのいらっしゃい、という大歓声に迎えられ、照れた表情を見せながらもファンに向けてこのチームは本当に元気で若くて私自身癒されているので、 これからチーム4はファンの皆さんにとってのパワースポットのような存在になりたいですと意気込みを語った。